はい、ではですね、私も発信する方法についてちょっとねお話していこうかと思います。タイトルは森友事件です。森友事件ね、ご存知の方もいるんではないかなと思います。実はですね、私のアナリティクスを見ていると最近の再生数の多いランキングが出てるんですけども、一番上がですね3月23日、つい2週間ほど前に作った森友事件というタイトルの小泉純一郎が安倍晋三に引導を渡したみたいなタイトルなんですけども、こちらがですね3万回以上再生されてるんですよね。その次が同じく森友事件、石破茂が語る公文書改ざんというタイトルです。で、次がですね同じく森友事件、これも安倍総理のことなんですけども1万6千回回ってますね。次がね佐川長官のことを書いてます森友事件、1万4千回、次も森友事件です。ということで森友事件で作った動画が軒並み上位を占めてね数万回の再生をさせてくれるんですよね。で、これは別に再生数を狙ったわけではなくて、私は本当にねこの森友事件というものを心からね、解決してもらいたいなと思っている視聴者の一人なんですよ。で、今回の動画発信なんですけども、どのようにしたかと言いますと、実はねこの全ての動画っていうのは私がある特定のサイトを見て、そのサイトを見た感想をその動画キャプチャーとともにね記事とともに喋ってるだけなんですよ。記事の内容にはほとんど触れてません。もうなんかね見出しだけで自分がどういう感情が湧き起こったかっていうのを3分とか5分でもう止めどもなく喋ってるだけなんですよ。タイトルでですよ、タイトルで感じたことを喋ってるんですよ。文章中身読んでないんですよ。で、その動画がこの数万件を読んでるんですよね。で、おそらくね私がそのタイトルから受ける感情、そしてそれを喋ることっていうのは多くの方が同じようにタイトルを見た時に心惹かれてムラムラムラっとね感情が湧き起こったものと結構共感してるんじゃないかなと思うんですよ。まあですんで私が思ったことにそうだそうだっていう感じでコメントも結構入ってね、まあ、今日もコメントがその辺に対してはパラ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 と入ってるわけなんですよ。まあ、そうなるとねやっぱりこう共感っていうキーワードはかなり強いなと。で、多くの方が思ってることを表現してあげるっていうね、そのまあ代弁者ですよね。あのこの支配からの卒業尾崎豊さんじゃないんですけども、やっぱりね誰かの代弁をしてあげるっていう、この代わりにね発信してあげるっていうことが、まあ、一つ求められてるのかなと思うんですよ。思えばマツコ・デラックスさんっていうのも、まあ、すごくね毒舌でスタートした方だったんですけども、あのたくさんの方がね心に抱えてるなんかね閉塞感とかねイライラってものをスパースパーっとね言葉にしてくれたところが受けたんだと思うんですよ。それこそね嫌われることを恐れずにあのズバ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 とね、強いものに対して食ってかかる姿勢が気持ちよかったんだなと。マツコ・デラックスさんそういうファンを作ってきたんだろうなと思うんですよね。で、この共感というキーワードがすごくね多分これから情報発信をする人の多分助け舟になると思いますから、あえてね共感されるようなことを狙ってやる必要はないんですよ。ただ自然に発信したことにはやっぱり同じようにねそうだそうだと思ってくださる方がいると思うんですよ。で、逆に言うとですね、情報発信をするってことは自分の情報発信に共感してくれる人を探しに行く旅なんですよ。だからもしかしたら最初は共感してくれる人がいないかもしれません。発信の方法とか言葉の使い方で反感を買うかもしれません。でもそのうちにですね見つかってくるんですよ。結局長くやってると、その長くやってる情報発信に付き合ってくれる人は共感してる人じゃないとダメなんですよ。嫌いな人がずっとついていくのはすごく難しいんですよ。まあ、ですんでね、こうなんですかね、情報発信をずっと繰り返していっていただいて、ファンだけが残るような、そんなね、自分だけのマーケットを作っていただければ、その後にビジネスにつなげていくことも非常に簡単なんではないかなと思います。ではね、今回は森友事件というタイトルでお届けしましたけども、この森友事件ね、私は本気でもっともっと追求していきたいと思います。ただ私が追求したところで世の中は何も変わりませんけども、私の代わりにね立花隆さんみたいな方が突っ込んでくださってるんですよ。で、そういう方がもしね私みたいな声なき声を上げる弱小 YouTuber のことをもしね気にしてくだされば、まあ、少し少なからずね森友事件に突っ込んでいくエネルギーにはなると思うんですよ。だからその表現者っていうのは自分が表現しても誰もそれに対して関心を持ってくれなかったら、どん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 ねやる気が衰えていくところもあると思うんですよ。でも自分が発信することによってそうだそうだっていう風な別の発信媒体がね育っていけばやっぱりやる気になるんですよね。そうでなくてもちょっとコメントで応援しますとかねメッセージが来たりとかするとそれだけでもエネルギーになると思うんですよ。という風に情報発信っていうのは必ずね誰かの役に立ち、誰かを励まして支えることにもなりますので、世の中に貢献していこうとかね、ビジネスで誰かに貢献してお金をいただこうとか、もし純粋に思うんだったら情報発信が全ての第一歩になります。これなしにビジネスは成り立たないということなんですよ。ということはね、
情報発信しない人とか情報発信が続かない人ってビジネスやるセンスないんですよそういう方はね、フィールドに立つためにはまずね、情報発信をしっかりやっていきましょうということで、今回の動画を終わらせていただきます。